はい、こんにちは。今回は伝説の最強王者を破った3人の日本人ボクサーを紹介いたします。ユミョンウは無尽蔵のスタミナを誇り、打ち出したら止まらないソナギパンチを武器に WBA 世界ライトフライ級王座を17度防衛いたしました。ユミョンウは最初の13試合すべて判定勝利で、パワーがない小柄なファイターにしか見えなかったのですが、努力と根性でスタミナと連打を培い、世界戦で KO 勝利を積み重ね、殿堂入りの名王者になりました。ジョイ・オリボから世界王座を奪った後、ソナギパンチのスピードが増したとともに、上下の打ち分けが巧みになり、KO 数がどんどん増えていきました。ユの18度目の防衛戦の相手は、井岡弘樹選手でした。井岡選手は、同じジムの大砲選手と、徳島選手が負けていたので、敵を討とうと静かに闘志を燃やしておりました。同じエディ・タウンゼント門下生の村田栄次郎さんが特別コーチとして優待策を万全に行い、特に左ジャブを強化したので、その甲斐あって左ジャブが冴え渡りました。また、左ジャブからの右ストレートも切れており、優が射程範囲に入れず、主導権を完全に握りました。終盤、優は剛猛に突進しますが、井岡選手は王者の猛攻を耐え、そして迎え撃ち、王者にソナギパンチを打たせずに、試合は判定決着になりました。元 WBA、WBC、世界フェザー級王者ビセンテ・ファルディバルは、豊富なスタミナから繰り出す猛烈な連打とサウスポースタイルからの強い左のパンチで多くの KO を築きました。メキシカンファイターらしい強靭な精神力を武器に、勇猛果敢に打ち合うファイトスタイルは母国メキシコだけでなく世界で英雄視され、多くの強豪と戦いました。普段は穏やかなファルディバルは、ひとたびリングに上がると、猛烈なファイターに変身し、メキシコの多くのファンは、英雄を赤い鷹と呼びました。ファルディバルが対戦相手に襲いかかる姿は、まさしく赤い鷹そのものでした。1960年代、世界フェザー級王座に君臨し、フェザー級を無双していたメキシコの赤い鷹に、1970年12月、柴田邦明選手が英雄の母国
メキシコで挑戦しました。英雄サルディバルは2人の対戦者を死に至らせた殺人パンチャーと呼ばれたシュア・ラモスを滅多打ちにし、戦意喪失に追い込んだ強打で柴田選手に襲いかかりました。しかし柴田選手は赤い鷹の強打をもらっても打ち返し、抜群の防御を誇る両雄はお互い強打を交換しますが、共に寸前でパンチを殺しながら一進一退の攻防が続きましたが、10ラウンド頃から柴田選手の有効打が目立つようになり、特に右のパンチが強烈に入り、柴田選手が優勢になっていきました。11ラウンドと12ラウンド終始打ち合いが続きましたが、柴田選手のスピードあるパンチが的確にヒットし、メキシコの赤い鷹の出血が止まらなくなっていきました。黄金のバンタムと謳われた50戦無敗の王者エデル・ジョフレの9度目の防衛戦に、元世界フライ級王者ファイティング原田選手が挑みました。無敵王者に挑戦した原田選手の勝利を予想する人は皆無でした。しかし原田選手は自分を信じ、同じ人間じゃないか、絶対に勝てると猛練習をして準備をし、大一番に挑んだのでした。原田選手はいつものラッシュ戦法ではなく、ヒット&アウェイで戦っていましたが、4ラウンドに原田選手は猛ラッシュを敢行しました。試合は原田選手のペースで進んでいましたが、王者ジョフレは5ラウンドに強いパンチを続けざまに当て、原田選手はダウン寸前に追い込まれました。当時の世界王者は8人しかいない時代で、世界王者の価値が高く、加えてジョフレの無敵ぶりと原田選手の人気から、この試合のテレビ視聴率はなんと 54.9% だったのです。